次に石田典俊君。はい、委員長。石田典俊君。公明党の石田典俊です。今日は最後のこの特措法の質疑になろうかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この特措法につきましては、やはり私たちの立場では政府原案では不十分であると、こういうことで民主自民公明三党が中心になりまして修正をいたしまして、二次項目の修正、また条文の追加が8条文、そして章立ても1章第7章を付け加えた、こういうことで取り組みをいたしまして、現時点においては100点満点を福島の皆さんからいただけるかどうか、これは私も少々自信がありませんけれども、少なくとも現時点においてはご期待にある程度お答えはできたのではないか、このように思っております。修正につきまして、大臣がまた提案者のお伺いいたしたいんですが、その前に、今日は厚生労働大臣に来ていただいておりますので、厚生労働省の施策について1点だけ確認、また改善をお願いをいたしたいと思います。これはですね、第3次補正に入った事業復興型雇用創出助成金、これが11月の21日の第3次補正の成立、そこのところからしか対象にならないと、こういうことでございまして、それでですね、これは2月の14日の新聞でありますけれども、早く、とにかく努力をしてですね、早く事業を再開した、この新聞の記事では、7月から一部再雇用、その前はですね、25人の従業員は一度解雇したけれども、7月から一部再雇用、また新規を含めて、従業員15人で、事業を始めたと。しかしですね、そして早くやったがゆえに、第三次補正で、事業復興型雇用創出事業、その対象にはなりませんよと、こういうことなんですね。そうするとですね、その企業の方からしたら、とにかく雇用しなくちゃならんと、一日も早く雇用を復興させようと、復活させようと、頑張ってやったところ、俺たちは損したのかと、損ということは当てはまらないかもしれませんけれども。早くやってよかったというんじゃなくてですね、もうちょっと遅らせた方がよかったのかと、こういうことにもなるのではないか、そういうことでですね、これは私が今、新聞で拝見している方だけではないのではないか、とにかく地元の雇用を守ろうと、一人でも多くの方に働いてもらおうと、そう努力をしたことがかえって、その後の政策と整合性が取れなくなってきている。このことについてですね、大臣、私は、なんとか、遡って適用するとか、何か考えられないかということで、ご質問をいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。小宮山厚生労働大臣。はい、ご指摘いただきました、事業復興型雇用創出事業ですけれども、これは、助成金を支給することによって、事業者が被災者を雇い入れるということを促すために、その被災者が安定的な仕事を得られるためにという目的で作ったものでございます。ですから、雇い入れの後に助成金を支給しても、その、新たに被災者を雇い入れることを促すことにならないということで、いつも委員のご指摘はお聞きできるものは精一杯聞かせていただいているんですが、この点はちょっと目的からして遡ることはなかなか難しいと考えています。で、今被災3県で現在職を探していらっしゃる方がおよそ14万人に上りまして、でご承知のようにもうこれからは仕事に結びつけるということで雇用保険の、受給ということも特例措置も終了いたしましたので、今失業されている方の雇用の場を確保するということが何より優先すべき課題だと考えています。でこの事業復興型雇用創出事業などでですね、5万人程度の安定雇用を創出する見込みで、限りある予算の中でですね、今後事業の再開開始をしていただけるように支援を行う、そういう事業所の背中を押したいという思いでございます。ぜひその早急に雇用の場を求めている方に一人でも多くというこの趣旨をご理解いただきたいと思います。そしてこれまでにすでに被災された方を雇い入れた場合の支援としてはもうすでにですね、新規に雇い入れた事業主に、被用者に支払われた賃金の一部として支給する被災者雇用開発助成金ですとか、それから被災者を雇い入れたり再雇用して職業訓練を
行う中小企業事業主に成長分野等人材育成支援事業ということで訓練費用の一部として支給をするといったようなことを11月21日より前に雇い入れられた方についてはこうした施策をがございますのでこれをぜひご活用いただきたいというふうに考えます。委員長、石田紀俊君。この財産地補正のですね、1510億、他の政策と合わせてですけれども、事業復興型雇用創出事業、11月20日以降じゃなきゃだめだと、私が申し上げたように、7月に努力をしてですね、やった方については、これは適用はされないと。一時補正でですね、5月2日以降の雇い入れで、被災者雇用開発助成金と、確かにおっしゃるのがございますけれども、これは私が見るとですね、これ1年間なんですね。それで事業復興型の方は3年間でしょ。だからこれは金額もそうなんですけども、雇い続ける、一つは新しく雇っていただけることも大事。そして雇っている人を雇い続けるということも大事なんですね。ですからこの1年間というところをですね、じゃあこの一時補正の時に1年間でスタートしたんだけども、早くやっていただいた方、一年じゃなくてですね、じゃあこの一年間というところを、じゃあ三年にですね、標速を合わせるように伸ばすことはこれ考えられないんですか？いかがですか？小宮山厚生労働大臣。なかなか限られた財源の中で、今すぐはいというわけには参りませんけれども、せっかくのご指摘でございますので、検討はさせていただきたいと思います。石田紀俊君。こういうふうにですね、予算、補正予算が1時から、3時、基本的には3時までで復興ということだったと思いますけれども、こういうふうに順次やられてですね、それなりにいろんな被災地の方々のご意見を受けてですね、充実はしていることは私は間違いないと思うんですね。しかし、この人たちからすると、せっかくですね、とにかく苦しい中を借金も抱えて、早く雇用しなくちゃいけないということで、雇用した自分たちが非常に政府の応援としては少ない、後の人の方が大きい、これはちょっとやるせないなと、こういう気持ちも私は分からないではないんですね。ですからこのところですね、私は今提案を含めて申し上げましたけれども、ぜひですね、そういう気持ちにも応えていただけるようにご検討をお願いをいたしたいと思います。それでは厚生労働大臣は結構でございます。それではですね、この法案の政府原案、また修正について、大臣、また提出者にお伺いをいたしたいと思います。まずですね、この第一条、これは何人かからもお話がありましたけれども、私たちは国の責任を入れるべきではないか、このことが政府原案にはないと、こういうことでですね、協議の結果、国の社会的責任と、こういうことを入れました。これにつきまして、提出者にまずお伺いしたいんですが、どういう趣旨でですね、これは入れることに、とにかく野党、また民主党のご協力もいただいて、ご理解もいただいて入ったわけでありますけれども、その趣旨をお伺いしたいと思います。その後に大臣から、国の社会的責任と、こういうものを入れたことについて、お伺いをいたしたいと思います。高木道夫君。お答えいたします。まずはじめに、この度、この修正案が、3党を中心とした協議で速やかにまとまりまして、またその中に、我が党でも7月から PT を立ち上げ、行政の方、また県市町村議員ともに多くのご意見を伺いながら盛り込んできた、その内容が、ほとんど盛り込まれましたことに私は安堵をいたしております。関係者の皆様にまず、心から感謝を申し上げるものでございます。ご質問につきましては、国にこれまで原子力政策を推進してきた社会的な責任があるのは事実であり、今般の原子力災害による深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興再生につきまして、国がそのような社会的責任を踏まえて、可能な限り最大限の措置を講ずるのは当然のことであるというのが、趣旨でございます。提出者といたしましては、現売法による法的な賠償責任を負う東京電力とともに、国もこのような社会的責任を踏まえて本法に基づく諸施策を迅速かつ確実に実施すべきであり、それによって一日も早い福島の復興再生が図られるよう、今後とも国会審議等を通じて見守り推進してまいりたいと考えております。平野
興大臣。政府案におきましては、福島の復興再生は国が責任を持って推進すべきとの考え方に立ちまして、国は原子力災害間の福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有するとの規定を盛り込んでおります。当該規定はこれまで原子力政策を推進してきた国の社会的責任を認識した上で、それに基づく今後の責務として条文上盛り込んだものでありますけれども、修正案においてはこの認識を一層明確にしていただいたものと考えております。委員長、石田典俊君。私はこのですね、国の社会的責任、責任というのを入れるときに、思い出すことはですね、だいぶ前になりますけれども、被爆者援護法という法律を私たちが政権になる前ですね、自民社民先駆けのときに、なさったんですが、そのときに私たちは国の責任を入れるべきだと、こういうことを強く申し上げたんですが、残念ながらそれが入りませんで、国の責任において施策を実行すると、こういう趣旨に変わったんですね。これは国がやる仕事は国が責任を持ってやるのが当たり前で、その被爆者援護法ができる援引となったものについてですね、国の責任ということをはっきりさせるべきじゃなかったかと、こういうことを当時私たちは野党で、当時の自民社民先駆け政権の被爆者援護法、これできたことは良かったんですけれども、そういう過去の経緯もございまして、私はここに、国は責任で政策を実行するということではなくて、第一条に社会的責任と、こういうことを明確に、書くことに与党もご賛同いただいたことは、私は敬意を表したいなと、このように思っております。それで続きましてですね、提出者にお伺いしたいんですが、第26条の健康管理調査の内容にですね、甲状腺がんを例示した、これは何か特別な理由がありますか。高木道夫君。お答えいたします。チェルノブイリ原発事故後に起こった明らかになった健康被害といたしまして、放射性要素の内部被曝による小児の甲状腺がんがあります。福島県においても子どもの健康を長期的に見守るため、18歳までを対象に甲状腺検査をすでに実施をしております。今回子どもに対する甲状腺がんに関する検診を健康管理調査の例示として明記することによりまして、甲状腺がん検診が国の技術的な助言、情報の提供、その他の措置の対象となりうることがより明確になり、福島県が現在行っている甲状腺がん検診の後押しになると考えております。石田成俊君。最後にですね、第68条に関してお伺いをいたしたいと思います。すべての、改正項目をお聞きすることはできませんので、今日は絞ってお聞きをいたしております。この修正の前にはですね、予算の範囲内で財政措置を講ずることができると、こういう表現が多かったんですけれども、この予算の範囲内というのを取ってですね、財政措置を講ずるものとすると、ある意味で言えば財政措置に対する関与を明確に私はできたのではないかと思いますが、この68条の1項のですね、国から県の基金への財政上の措置と、これについて大臣また提出者にお伺いをいたしたいと思います。大臣に先答えいただきましょうか。どちらでも構いませんが、復興大臣。まず財政上の措置についてでございますけれども、今福島県民健康管理基金、福島県において造成されておりますけれども、これまで国は健康管理事業を維持するための資金や除染のための資金を拠出してきております。で、今般の修正案が成立した際には、まずこれに基づきましてですね、この基金の状況についてフォローアップするとともに、その状況を踏まえまして必要となる資金の拠出を行うこととなると考えております。提出者、高木道夫君。健康管理調査その他原子力災害から子どもをはじめとする住民の健康を守るために、福島県が設けた基金は福島の住民の健康を守るために大変重要な役割を果たすものであり、十分な規模を保つ必要があるのは言うまでもありません。そこでこの基金の十分な規模を確保するため、新たに第68条を設け、その第1項におきまして福島県が設けた基金に対して
国が必要な財政上の措置を講ずべきことを規定したところでございます。具体的には国が基金に対して補助金を出すなど一定の金銭を拠出することを想定しております。石田典俊君。続きましてですね、第2項についてお伺いをいたしたいと思います。第2項はこれはもともとなかった項目でございまして、新たに挿入をしたと、これは修正協議の中でですね、どうしてもこれは必要であると、こういうことで入れることになりました。福島県は子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための事業を行うときは、全校の福島県が設置する基金を活用することはできると、こういうことであります。これ大臣ですね、お伺いをいたしたいと思いますが、これは福島県が自分で判断をして行う事業ですね、健康に関して行う事業、これについて政府がこのこと、こういう事業はダメだよというということはないということでよろしいんですか。よろしいんですねと言った方がいいね。平野復興大臣。まずは今の基金、かなりの額を積んでおります。これをきちっと実施されること、この状況をしっかりフォローして見ていきたいというふうに、見ていくことがまず大事だというふうに思っています。でその上でその基金の状況を見ながらですね、国がその段階で必要だということであれば、また資金の財源のために必要な予算の手当てをする、こういうことをしっかりやっていくことが大事だというふうに思っております。石田典俊君。私がお聞きしたのはそういうことじゃなくてですね、福島県がいろんなこと、要するに子どもたちに帰ってきてもらいたい、やはりたくさんの方が県外に出られているから帰ってほしい、そのためにいろんな健康で心配ないよと、いろんな事業をやりたい、その事業に対してですね、これは国から見てなかなかオールジャパンでできない政策だなと、そう思っても福島県が判断をして基金を使うことに関して、これは大臣また政府がダメだと、そういうことに使っちゃいけないと、こういうことはないですねということを聞いているわけです。平野復興大臣。基本的にはですね、福島県の意思と地域の意思ということを尊重するのが基本だというふうに思います。ただ今回もお金をどのような形で出すか、どのような使い方をするか、それによってやっぱり医療の根幹制度に関わる問題もあるねということで、今回福島といろいろ協議を重ねてきた経緯もございます。こういったことも踏まえて、いずれ基本的にやっぱりできるだけ福島県の意思を尊重するという、この姿勢だけは国として持ち続けなければならないというふうに思っております。委員長。石田典俊君。99% ぐらい私の言っていることにご理解いただいたような気もいたしますが、最後に時間もありませんので、提出者にここのところどういう趣旨でこういう文言になったのか、当初はもうちょっと違ってたと思いますけれども、提出者のお気持ちをお述べいただきたいなと思います。高木道夫君。この第68条第2項の趣旨は、福島県が設ける基金についてその対象を拡大して、子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことができる生活環境の実現のための事業にも活用できることを明記したものでございます。で、この、事業といたしましては、例えば住民が将来にわたって安心して暮らすためには充実した医療を受ける機会を確保することが重要でございます。多くの子どもたちが放射能被害の不安から県外流出しているという現状を踏まえれば、18歳未満の子どもたちについての医療費の助成なども含まれると考えております。今例えばその他にも、子どもたちに、簡易染料系ガラスバッチ、フィルムバッチ等の配布であるとか、福島っ子体験活動、長期の休暇に、放射線量の低い地域で、思いっきり運動するような活動、そしてまた、公園通学路の除染であるとか、おそらく県がやりたい事業は多様なものが多くあるかと思います。しかしながら私はまずこの、子どもたちが安心してここで暮らすためには、やはり18歳未満の子どもたちに対して、また今、長期避難される方もいらっしゃいますし、また福
島にとどまって、この不安、恐怖と戦いながら、そこで子育てをされているお母様、またお子さん、まあ、そうしたその方たちに対する、もう何らかのその支援ということを考えますと、18歳未満の子どもたちについての医療費の助成というのは、国としてもしっかりと支援をすべきと考えます。石田典俊君、はい、ありがとうございました。終わります。